貿易の自由化をめぐって明日シンガポールで行われる RCEP 東アジア地域包括的経済連携の首脳会合の声明案に日本などが目指していた年内の実質的な妥結の表現は入っていないことが分かりました。 ANN が入手した明日開催される RCEP 首脳会談の共同声明案には2019年の完全妥結に向け取り組むよう閣僚や交渉担当者に指示したとの文言が盛り込まれています。一方で参加する16カ国が目指していた年内の実質的な妥結という表現は入っていません。首脳会合に先立ち昨日開かれた閣僚会合でギリギリの調整が行われたものとみられますが関税の引き下げ水準などで交渉が難航していて最終的に加えられるかは不透明です。